朝ドラ別っぴさんあらすじ予告第52話すみれが百貨店に違和感12月1日木放送分危機物語第9百貨店との取引が決まりますます忙しくなる日々に備えてすみれ君みえ良子はそれぞれの子供たちを保育園に預けることにしました一方すみれとのりおは 第9百貨店の担当者小山と打ち合わせを開始小山は、第9百貨店のお墨付きともいえる第9特選を出す代わりに、キアリスの家具を商品から外すことを要求。第9特選の付与に、のりおが喜ぶ一方、すみれたちは、キアリスの商品として売ることができないことが不満でした。また、第9百貨店の店員の商品の扱い方が雑なことにも、 スミレは違和感を抱きますそんな中良子の息子の龍一が保育園で預かることを拒否されてしまうのでした。